今回役員の方からお願いしたいのは、もうすぐ行われる幼稚園清水の夏祭りについてです。先生方にも協力してもらい、模擬店や催しを行いたいのですが、人手不足ということが分かりました。なので夏祭りの前日と当日、お手伝いをしていただける方を。誰も目を合わせようとしない。わざわざ大変なことをやりたいって人はいないよね。毎日子供の世話と家事に追われてるんだし、私だって。では模擬店などを見直す。俺やってもいいっすけど。この中から何人かってことっすけど、これだったら俺一人でも行けますね。一人でもって大丈夫ですか？まあなんとかなるんじゃないですか。ありがとうございます。保護者の皆さんも助かったと思います。それにきっと子供たちも喜ぶと思います。いえ別に、保護者ってのはそれが役目って思ってたんで。あ、お疲れ様です。これ差し入れです。ああ、どうも。正直狩野さんが手を挙げてくれた時、すごく驚いちゃって。すんません、俺あの時のことを今激しく後悔してます。まあ大変ですもんね。でもまあ、あいつ嬉しそうなんでいいっすけど。狩野さんたちは小太郎くんがどうしたら喜ぶかを第一に考えて行動してるんですね。子供を持つ親としては今回ちょっと胸に刺さりました。でもん、結局俺らはあいつの親じゃないんで、親がいればもっと良かったんじゃないですか。狩野殿、今日はありがとうである。いいから、子供はそんなこと気にしてねえで存分に楽しんでこい。でも